まさかここで会うとはな。ご友人かしら。ああ、ついこの間知り合ったんだ。見聞が広く博学多才で、いろいろと歴史上の元王帝君について話し合っているんだが、この方は元王帝君の力を甘く見ているようでな、プロの考古学者として少し訂正してあげていたんだ。ちょうど今世界最初のモラの話をしていたところだよ。世界最初のモラ？元王帝君の導きにより、先人たちは功績を精錬し、諸国と貿易を展開したのは誰もが知って、今のリーウェイには全大陸で唯一モラを製造できる権利がある。そして最初のモラは数千年前に、私の考察、それから推測だと、この歴史的意味のあるモラは記念品として今、例えばリンユエを管理する七星は就任前に秘密裏に行われる儀式があって、そこで、いやいや、私の研究だとこの最初のモラはそう単純な、ご存知の通りモラは触媒の一つである。今もモラを使って武器を強化する術、世界最初のモラには強い力が秘められているはずだ。だから今度出す私の本で、このズバリ、元王帝君はそのモラを使って刀と剣を強化したという。刀と剣を？知りたければ私の本を買うといい。ちなみにその刀と剣を手に入れればリーユエの王になれると言われ。それはどうだろうか。おや、刀剣の真相の考察は置いておくとして、モラが生まれた理由は契約をモラを使って取引させることこそが本意だと思う。だから最初のモラも普通に通貨として使われているだろう。うん、私は関学殿の仮説は面白いと思う。逆に勝利殿、なぜし、いや、俺はあくまで事実を述べたまでだ。私よりも元王帝君の見心がわかるというのかい？歴史に関しては俺も詳しくはない。だが意見が分かれなければ切磋琢磨もできなくなる。では聞こう。千年前、元王帝君が先人たちに建築の技術を教えた。その時使われた模型は。その通りだ。では仮にモラに侵力がないとして、なぜ元王帝君はそんな贅沢なことをしたのだ？簡単だ。それはモラが最も手に入りやすく、最も、え、うん、元王帝君の話だから、うん、勝利殿、その考古学に関してあなたに聞きたいことがあるんだけど、場所を変えて。ああ、構わないが、友人も一緒でいいか？きっと、ぜひご一緒してほしいわ。さあ行きましょう。これから話すことは少し眼神に対して不敬だから、人の少ない場所の方がいいと思ってね。勝利殿の話は理にかなっていた。多数の意見になびくことなく非常に客観的だったわ。だから他の学者とは違う答えがもらえるかと思って。勝利殿、眼神に殺された、善悪はさておき、元王帝君は契約を尊ぶ。だから殺された魔人はきっと、おう、罪もない奴を殺すなんてこと。でも考古学の研究をしていく中で、塩の魔人ヘウリア、彼女はモラクスに実に不名誉な方法、嘘、それは話せば長くなるな。真相も構わないわ。知ってることを教えてほしいの。ずっとこの件を調べてきたから。いや、ただ。お、いたいた、勝利先生、探したぞ。武器を下ろせ、離れろ、戦艦軍に通報するぞ。武器なんか持ってないんだが。な、
なあ、落ち着いてくれ。俺はスネージナヤから来たただの。ファデュイは信じないぞ。ちゃんとリーウェ総務士にも報告したし、正式な許可書類も持ってる。これからリーユで考古学調査を行い、その調査結果をすべ、それで、王城堂の勝利先生は物知りだと聞いて、俺の顧問になってほしく、王城堂に大金を支払ったんだ。つまりは王城堂の仕事、だな。仕事なら仕方ないさ。王城堂には世話になっているからな。さすが勝利先生。じゃあ、待って、私もついてっていい？私も考古学者だから役に立てるわ。では、先ほどの話はまた後にしよう。そうだ、お前も一緒に来い。この先の経験は、お前の力になるかもしれない。あれは、七神が確立される前のこと。魔人はもういないし、お前の目標でもないが。待て、これは観光じゃなくて考古学チームだ。しかし、俺の友人には唯一無二の才能がある。かなり役に立つと思うぞ。へえ、どんな才能だ？宝箱を絶対に見逃さないという才能だ。オイラも得意だぞ。確かに役に立つな。では早速、例の渦の魔人が軍玉閣によって鎮圧された場所を見に行こう。何？古物や痕跡、魔人のかけらがあればもっといい。とにかく、きっと何かしら収穫はあるはずだ。